すごいその自分の苦手なことに対して徹底的に細かくできたので、いろいろ掴んだところもあって、それはそれなりにしてます。高校に来たらまずはチームのスピードに慣れて、しっかり高1からレギュラーを狙っていって、しっかり試合出て結果残せるようにしていきます。